九百十八年十一月、帝国議事堂に押し寄せるレーテレーテ、または、老兵、レーテとは、ドイツ革命前後のドイツにおいて発生した兵士と、労働者による、評議会組織。ロシアにおける、ソビエトと同義である。九百十八年、第一次世界大戦で、ドイツ帝国の敗色が濃厚になり始めると、ドイツ各地では兵士たちによるストライキやサボタージュが、 発生するようになった。1918年夏頃には、ドイツ各地でストライキ委員会としての霊呂が自然発生的に結成されるようになっていた11月4日、キール軍港では出撃命令を拒み、軍によって拘束された水兵たちを救出しようとする、水兵たちにより霊呂が結成された。この霊呂は、キールの反乱では主導的な役割を果たした。 キールの霊帝に参加していた水兵たちは反乱の成功の後全国に散らばり、その先で新たな霊帝結成を助けた。霊帝による放棄が発生すると、各地の西軍指導者は抵抗せずに、彼らの主権を承認した。こうしてドイツ帝国構成処方の君主は、大尉に追い込まれ、霊帝共和国と呼ばれる新体制が各地で発生した。こうして、 レーテの存在と活動はほとんど革命と同義的なものとなった。それぞれのレーテは相互に連絡を取り合い、組織化が進められていった。やがてレーテ運動の波は、首都ベルリンにも押し寄せ、激しいデモ運動が展開された。11月9日、マクシミリアン・フォンバーデン首相はドイツ社会民主党のフリードリヒ・エーベルトに政権を委ねた。フィリップ・シャイデマンが、 共和制を宣言した後の11月10日、社会民主党と独立社会民主党、ドイツ民主党は仮政府人民委員評議会を結成した。ベルリンの老兵、レーテはこの動きを承認したものの、独立社会民主党の左派である革命的オプロイテが半数を占める大ベルリン老兵令で執行評議会を選出し、ドイツにおける最高権力を委ねることを宣言した。 レイテの中には大きな権力を持つ者も,もあり、ドイツ帝国海軍内に設置されたレイテである海軍五十三人、委員会は海軍省並びに海軍軍令部を指揮下に置き、その副所なしではいかなる命令も合法性を持たないと指令するほどであった。九百十八年十二月十六日の全国レイテ大会レイテ執行評議会はドイツ各地のレイテに指令し、レイテを 州ごと、軍権市長村ごとに再編成を行った。また12月16日に、ベルリンにおいて、レーテの全国大会を開催するよう呼びかけた。独立社会民主党はこの大会によって、レーテ体制をさらに強固にし、レーテ体制に基づく国家を作ろうと考えていたが、社会民主党は政府に対して協力的なレーテができるだろうと目論んでいた。レーテ執行評議会は、 内部対立により、12月初頭にはほとんど政治的な意義を失っていた。12月16日に開催された全国0手大会は、全国から489人の代表表議員によって構成されていた。構成割合は労働者0手の代表者が405人、兵士0手の代表者が84人であった。所属政党別では、社会民主党系が291名、 独立社会民主党系が90名、25名が民主党系、11名が統一革命団であった。同日には25万名が参加した全ての権力を0手にと叫ぶデモが行われたが、社会民主党系が圧倒的である0手大会の奇数は明らかであった。大会では全政治的権力が0手大会にあるとされたものの、 大会はそれを国民議会の決定が行われるまで、臨時政府に委ね、新設された、共和国中央評議会が、その監督に当たるという決議が採択された。また、国民議会選挙については1919 19年1月19日に行うこととなった。共和国中央評議会は、全国の例定の代表と定義されたものの、その監督権限は事実上を形外化したものであった。 独立社会民主党は、共和国中央評議会への不参加を決め、27人の中央委員すべてが社会民主党系で占められることとなった。また、海軍53人委員会の縮小も提案され、可決された。これは、社会民主党の主張によるものであったが、一部の水平系例手による53人委員会への反発も背景に存在した。一方で、 軍の首脳が兵士レーの解散を命じていたという事実が暴露され、また兵士レーの一部が軍における階級制度を廃止するように要求するという事件も発生した。このため、社会民主党側も彼らの要求に応じざるを得ず、軍における階級の廃止、兵による指揮官の選挙、将校の特権的な地位の排除を求めるハンブルク条項の可決に追い込まれた。 しかしこれは、軍上層部は、もちろん、エーベルト・グレーナー協定によって、軍との協力を合意していた、社会民主党にとっても受け入れられないものであった。ビルヘルム・グレーナー参謀次長は政府及び例定、執行評議会に対して、ハンブルク条項の実施は困難であると主張し、その実現を延期させた。エーベルトは、 共和国中央評議会との事前協議をほとんど拒否し、多くの場合は、自己承諾に過ぎなかった、週2回行われるとされていた、共和国中央評議会と政府の協議は、数回しか行われなかった。軍を動かすのに必要とされていた兵士令手の同意も、ほとんど帰り見られなくなり、無視、あるいは無力化されるようになっていった。独立社会民主党は、政府の情勢が、 社会民主党有利に傾きつつあると判断していたが、12月24日の人民会兵団事件の解決が不服であるという理由から12月28日に仮政府から離脱した。1919年1月5日には、独立社会民主党員の警視総監、エミール・アイヒホルンの解任をめぐって、スパルタクス団法規と呼ばれる暴動が発生した。 共和国中央評議会には労働者から和解の要請が寄せられたが結局何の行動も起こせずスパルタクス団らは政府の派遣したドイツ義勇軍によって鎮圧された政府内にはレーテ経済を中止させねばならない以前はレーテが権力保持者であったが今は我々がそうであるという認識が高まりレーテの解体に向けた動きが始まった 一方、共和国中央評議会では、社会民主党員を含めて、霊典を存続させるべきであるという動きが活発化するようになった。2月24日、共和国中央評議会は、全権力を国民議会に委ね、政府の監視から身を引くという、ドイツ国民議会への中央評議会声明を発表し、政治的権力としての中央評議会の活動は終焉した。 2月25日、バイマル連合の首相シャイデマンは、レーテを憲法の中に入れるということは考慮されていないという声明を行った。ところがこれに対して、各地の労働者は猛反発し、3月に入るとゼネラルストライキが発生した。中央評議会内の社会民主党のグループは、レーテを各地の経営体と労働者による労働議会に発展させ、 経済問題に関してイニシアチブを取らせるという構想を持っていた。また、独立社会民主党系は、レーテによって経営を監視し、現在の資本主義経済を社会主義経済へと発展させるべきと唱えていた。政府は高まる圧力に行くし、3月5日にはレーテを何らかの形で憲法に組み込むことを約束せざるを得なくなった。四月五日、政府はレーテが 経済分野のみに活動できるという憲法修正案を提示した。政府の案では、経営体、地区、全国の各レベルに、経営労働者、零手、地区労働者、零手、全国労働者ラートを設置し、企業家と各零手の代表者が地区と全国において、地区経済、零手と全国経済、らートを形成するというものであった。全国経済らーは、 政府が経済政策を決定する前に審議を行い、また独自の案を国会に提出できると権限を持っていた。また労働者、例手、経済、例手には一定の監督権と行政権が委譲されることになっていた。政府の構想は社会民主党によって支持され、バイマル憲法165条として法制化されることになった。 この法制化と1920年2月4日の経営評議大法及び5月の暫定全国経済協議会政令の制定により、例手は経営、例手として存続することになった。経営、例手は1918年11月9日以降、企業体や経営体の中に結成され始めていた。これらは企業体の中で自律的な労働者組織を作り、 企業体の経営自体にも関与しようというものであり、従来の職域別の労働組合とは異なるものであった。多くの経営、レーテは反労働組合者の中から生まれ、独立社会民主党系の人間が多かった。労働組合と経営レーテの対立は激化し、各地で紛争が発生していた。憲法と経営評議大法の成立により、経営、 レーテは正式なものとなり、バイマル共和政時代を通じて、経済民主主義という理念のもとに活動を行った。ただし、地区経済レーテは実現しなかった。ナチスドイツ時代の1934年1月20日に、国家労働組織に関する法律が成立し、すべての経営レーテの活動は禁止された。戦後になって復活し、現在でもドイツの企業内に存在している。 ドイツ革命の時期に各地で成立したレーテ共和国の中でも代表的なものにはバイエルンレーテ共和国やブレーメンレーテ共和国があるがいずれも短期間で崩壊した。ありがとうございます。